Hola chicos, bienvenidos a Girasol Channel. Hoy vamos a hablar sobre Navidad de Japón. Hoy tenemos un invitado de Japón también, que se llama... Hola, hola chicos, me llamo Hiro. ということで、話したいと思いますけども、はい、なんかある？あるとしたら、まあ、多分友達とあいつといたんだろうな、こいつといたんだろうなとか、うん、あとは家族といたんだろうな、ケーキ食べただろうな、はい、ぐらいなもの。でも、なんか、グアテマラとかメキシコとかって思うのは、うん、やっぱりその、まあ、海外、カナダもそうだったけど、うん、やっぱクリスマスは家族のイベントっていう、あるでしょ？そうだね、やっぱキリスト教ね、やっぱ直接つながりのあるイベントだから、うん、彼らにとってはでしょ。グアテマラの先生から聞いた話によると、うんうん、そのクリスマスは家族で過ごすイベント、うん、大事なね、はい、家族のイベントで、お正月は友達と出かける。おお、カウントダウンはじゃあ家族と一緒、友達と、友達とかカウントダウン、そう、うん、だからクリスマスが家族、お正月が、友達っていうのが、まあ、グアテマラの考えだとね、で多分メキシコもそうだと思うんだよね。それなんだけど、まあ、日本では真逆です。真逆なんですよ。クリスマスはもう彼女、友達と彼氏と過ごす、うん、そう、恋人と過ごすか、うん、友達と過ごす、うん、でもお正月はもう家族か、家族、まあ友達と出かける人もいるけど、まあ、大体これは家族のイベント、うん、そうですね。あと親戚の集まりとか、はい、うん、親戚同士で、うん、ちなみにお正月は、まあお正月、大晦日誰と会う？大晦日誰と会うか、うん、大晦日、去年の大晦日、まだ日本にいたの私、去年の大晦日、うんうん、その時は私どうやって年越したんだ。いやでも家族だったな、家にいた。ああ、やっぱ家、家にいて、うんうんうん、家にいて、え、何やった？私しょうないよ。私の例年の予定としては、はい、まあクリスマスはね、クリスマスでも去年は友達といたな、友達と遊びに行って、うん、まあ寂しいねと言いながらも楽しい、ね、女子同士のクリスマス、2人だったんだけど、その時友達と、はい、まあ過ごして、はい、でまあお正月はまあ31日は、まあ、家にいてゆっくりして、はい、であれ笑ってはいけない見てたかな。ああ去年何だった？え、なんだっけ、見てないかも。絶対チラッとは見てるんだよ俺。私お正月何してた？去年これお正月の話、覚えてないわ。そうねお正月の話になっちゃったけど、でも私何やってたんだろう。まあじゃあちょっと話したらクリスマスに戻るか。ちょっと待って、今ね考えてる、本当に考えてる、ね、超考えてる、はい、考え中です。私日本にいたよね。日本にいたな。そうです。多分分かんないですけど。そうです、はい、あ、うん、アジアね、今全然アジアなかった。うーん、どうぞなんか喋ってた、その間考えてください。分かった。はい。お正月は僕は毎年おばあちゃん家の家に行くのが通、まあもう恒例なんですよ、はいはいはい。お父さんの方のおばあちゃんの家。はい。そこへ行くと。お父さん兄弟がいるので、そこの僕が言ったらおじさん、おじさん、おじさん、おばさんが来て、でそこのさらに息子さんたち、僕からしたらいとこの人たちも一緒に来て、ボキャブラリーが豊富ですよ今日は。ああそうなんですよ、はい、はい、ということで一緒にご飯を食べるんですけど、はいはいはい、もうそこで僕ん家ではもうおせちを食べちゃう。え、31日に？そう、おせちって普通1月1日から食べるんですよ日本では。うんうんうん、そうなんですよ。まあお正月はまたねメインでしたいよね。ね、あ、そうだね、ちょっとどうしよう。まあ今日はとりあえずとりあえずクリスマスの話だったね。まあ今日そう、家族親戚といるんだよってところでまでしといて、じゃあまあクリスマスの話、クリスマスの話しましょう、ね、戻します、ね、戻りましょう。クリスマスはそうね、友達と過ごすのが普通で、うん、だと思うんだよね。家族とはあんまり過ごさないよね。過ごす、そう、いや僕もまあ友達とも特に予定があったりなかったりなんですよ。そうだね、別に毎年あるわけじゃないし、ね、別にみんなね、彼女と彼氏とかで忙しい。そうなんですよ、結構そのだから自分の属するグループ内で、はいはいはい、みんな彼女が、まあ、彼氏彼女ができちゃうともうね、もう家族いない、家族、彼氏彼女いない者同士で集まってもそんなね
少ない、そうだね、そんなになかったらもう別にね会わないっていうこともやっぱあるわけで、うん、その時はやっぱ家族ですよね。そうだね、家族でのもあったな、はい、じゃあ家族として、はい、まずじゃあ家族で多分クリスマスを過ごすとしたら、うん、何を食べる？これはね特に決まったメニューはないんです。ないよね。でもただちょっといつもより豪華で、そうだね、で和食ではないっていう、和食ではない、和食以外、そうそう、やっぱりチキンがやっぱ出るかな、そう、雰囲気やっぱ味わいたい、うん、あチキン出る気がするな。あとはなんか大きいその大皿でオーブンで焼くようなイタリア料理とかラザニアとか、うちは出てる、シャレてるマジか、うちそんな感じじゃなかった。普通にチキンと、うん、あとシャンパンみたいなのとか、 あと小さい頃ねシャンメリーってさ、あのシャンメリー知らん？知らんわ。シャンメリーのドラえもんとかのそのシャンパンみたいな形の瓶に入ってる、うんうん、お酒のようなジュース。おお、そうなんだ。炭酸のジュース。はい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 、シャンメリー知らんのか？知らん。普通にスーパーでめっちゃ売ってるよ。あ、本当、うん？なんかね包まれてるの、綺麗な紙に。あ、はいはい、シャンパンっぽい感じで。そう、これをやっぱクリスマスで、うん。うん、そうだね。あ、そっかそっか、うん、あ、そうだね、うん、うちはワインとか飲んだりしたからね。いやー、ワインですか。まあまあまあ、まあ、シャンパンには呼びませんけど。シャンパンも飲まないかもね。分からん、私何飲んでた。いや、何も飲まないな。あー、そっかそっか、うん、家で過ごすとしたら普通の、でも普通の日だよね。まあでもケーキ、ケーキ、ケーキ、ね、出るか。うちは出てた、ケーキ出てたな、うん、出てるな。そうそうそう。何歳までサンタさん信じてた？僕ね、小学校6年生まで。6年生結構だな、結構というより、なんだろう、もう薄々感づいてはいた。あ、そうだよね。まあもちろんわかるんですよ。もちろん、そんなね、うん、普通に考えたら。普通に考えたら、うん。一晩中世界中の子供にね、おもちゃを届ける、そんなことができるわけないと。はい。まあでも、ただ、なんだっけ、そう、中学校ぐらい、6年生までは、なんかその、朝起きたらプレゼントがあったっていうことがあったから、まあまあまあっていう感じで、なんか中学生になった途端に、なんか急にこう暗黙の了解のような感じで、あ、そうなんですよ、あげないよってことね。うん、なんかこう、はい、あげないよ。いやでもくれてはいましたね、僕の場合。優しい。もらってはいた。そうそうそう。へえ、うん、そうだから何が欲しいとか聞かれたこともあったと思う、中学生になって。で普通にそれを買ってくれるお店で。へえ。そうそうそう。まあ子供はいつまでたっても子供だからね、親からしたらね。うん、でもさ、なんだろう、そのサンタさんを信じて、まあ何歳かな、言ったら僕の場合、例えばサンタさん来てほしかったから、小学校3年生とかの話だよ、ほんとすごく来てほしかったから、僕いつも部屋すごい散らかってたのをクリスマスイブの日に綺麗に片付けてそう、サンタさんがちゃんと家に入ってプレゼントを置いていけるようにっていうことをしたことがある。だからその時までは多分ちゃんと純粋に信じてたの、サンタさんを。うん、へえ。私はあのね、あのお邪魔女ドレミちゃんのパソコンみたいなやつがあったのね、うん、はい、パソコンじゃないよ、ほんとおもちゃのパソコンで、なんか、うん、ゲームできたりとかするやつ、で画面とかも全然ちっちゃくて、あ、分かる、それをもらったんだけど、はいはいはい、なんかね、その時に ね、家族がみんな同じ部屋で寝てたのね、うん、6畳の部屋で、うん、みんなで川の字になって寝てたんだけど、うん、なんかね、どうしてもやっぱサンタさん来るのかな来るのかなって、多分小1とかだよね、うん、なってたから、はい、もう全然眠れなくて、うん、そしたらなんかちょっとお父さんかな、なんか、うん、なんか聞こえて、うん、あれみたいな、はい、って感じで、で次の年に、次の年かの次の次の年ぐらいにハムスターが欲しいって言ったの、うん、したらハムスターが、お父さんの大失敗の話なんだけど、はいはいはい、ハムスターが欲しいって言ってね、はい、でうち3姉妹なので、はい、3匹お父さんがね、はい、多分飼ってたみたいなの、うんうんうん、ハムスターを、うんうん、で後からの話によるとよ、うん、1匹逃げたらしいの。おでも、うん、あ、1匹いなかったんだって帰ってきたら、うん、でクレームつけに行って、これ3匹って頼んだの2匹しかいなかったからって言って、うん、もう1匹もらってきたわけ、うん、で、まあ、そんなこと知らないわけ私らはね、うん、で24日の夜に、うん、あの、まあ、ばあちゃん家かなんか行ってて、うん、帰ってきて、はい、はい、着いたっつってこたつ入ったの。そしたら
なんか足になんか爪みたいなのがガッて当たってで、誰も蹴ったのみたいな、はい、そして誰も入ってないの、え、お化けと思って、はい、わって見たら、はっ、お父さんハムスターみたいなハムスターいるんだけどっつって、おーおーおー、こうやってお父さんが、なんでもないよっつってお父さん、そうそう、言い訳もまた、2段のね、あのハムスターの小屋だったのね、かわいい、あ、滑り台ついてるやつ、はい、それがね、翌朝入ってた、あのうちの、なんだろう、あったんだよね、うん、だけどね、4匹いたの、あ、はい、いや、はい、はい、あら、サンタさん4匹っておかしい、変な数字届けたな、みたいな、うん、なんか5匹ならまだわかるよ、4匹みたいな、はい、っていうね、お父さんの失敗です、おー、そうですか、それでね、はい、あ、はい、はい、わかった、サンタさんはいません、あー、そうか、ちょっと悲劇だな、うん、そうだね、そっか、うん、そうか、サンタさんを信じる可愛い娘じゃなかったね、そうだね、4年生とかかな、小学校、うん、だから結構大きかったからね、もうね、あー、なるほどね、まあね、でもね、これどうする、ちびっこ見てたらやばいよね、やばいね、ちょっとサンタさんはいます、サンタさんはいますよ、います、はい、あの、ちびっこ、いい子の味方だからね、そう、私は悪い子だからその後来なかっただけで、うん、多分今年もちゃんといい子にしたら来るからね、そうそう、あと覚えてるのはさ、サンタさん信じてる時ってさ、その親がさ、結局プレゼントを買って、まあまあまあ、持ってくるとは思わないからさ、うん、ね、うん、その親にさ、今年はサンタさん何飲むのとか聞かれた時にさ、コロコロ変わっちゃうんだよね、あーね、11月とかそんぐらいから聞かれ出したりするんだけど、それは今度あれ欲しいな、あーでもやっぱこれじゃこれもいいなーって言い出したりして、可愛いから、そう、結局結局親はどれを買ってきてか分からなくて、うん、なんか最初に買って、最初に自分が言ったやつが届いたりとか、そうそうそう、だからまあその時に親を困らせたなってちょっと思ったりする、今となってはね、なんかそうそうそう、あとクリスマスだとなんだろう、何の話できる、クリスマス、そうだな、苦い思い出とかありますか、苦い思い出か、ないな、ないか、うん、うん、そうそうそう、特にそのクリスマス時期を狙って誰かに告白して振られたとかもないし、ないか、そう、ないんだな、私高校の時あったな、一回さ、あったのいやマジ高校の時もずっと彼氏いないを貫いてたんだ、貫いてたというか、貫いたのね、そうなっちゃったんだけどね、うん、なので3年の最後の時になんか一人いて、うん、うーん、なんかね、これ話していいのかな、なんかもう今もうすごいなんかもう他人ぐらいになっちゃったけど、はい、その人となんか12月のマジで直前ぐらいに付き合ったんだね、うん、1日は1週間目ぐらいに付き合って、うん、でクリスマス直後に別れたのね、お、私が言ったの、うんうん、だからすっごい私評判ガタ落ちして、男子からの、うん、あの、うん、あいつはあのクリスマスの時期だけを狙ってあいつと付き合ったんだろうみたいな、でも違うんだよね、違うんだと、そんな別にプレゼントなんていらないのって感じ、はいはいはい、なんかそれ苦い思い出だよね、苦いですね、それは、まあもうちょっとじゃあ、まあ、恋人と過ごすとして、まあどういう風、あ、恋人と過ごすとして ね、そう、どういう風なことが日本では起こるのかとか、うーん、ね、なんて言ったらいいの、言ったらさ、そのまあ1年に1回のロマンチックになるわけじゃない、はいはい、言ったら、もう恋人で言ったら本当冗談なしに1年のうちで一番ロマンチックになる夜でしょ、そうなんでしょうね、絶対クリスマスって、そうでしょ、もうお互いの誕生日より多分、まあどっこいどっこいじゃないじゃない、多分まあ、ね、そうだね、クリスマスかなりロマンチックイベントだね、お互いの誕生日とか本当1年記念日とかそんぐらい多分ロマンチックになる日でしょ、うん、そうそうそう、そんな日だから、もう街とかはもちろんすごい、11月とか12月ぐらいからね、もちろんすごい綺麗になりだすし、そう、まあそんなわけで、まあもちろん大きな街特にね、すごく綺麗になるわけじゃんね、はいはいはい、はい、だからまあもちろんどの恋人もね、日本中どこの人もそういうところにいたいわけ、そうだね、やっぱりそういうね、ロマンチックな雰囲気を味わえる大きな街にいたいわけ でそこに住んでる人はまあまあまあいいとして、そうじゃない人とかはもちろんホテルとか取ったりする人もいるんですよ、 だからクリスマスイブ、特に日本人はイブが好きなんですよ、イブが好きだね、24日は25ってあんまなんないよね、あんまりもう20、そう24日なんですよ、なんか25は仕事
まあ、24も結構仕事か、仕事もちろん、あ、てか仕事なの、そう、そう、24も仕事よ、日本では、あの、平日だから、平日だったら、あの、キリストの国ではないのでね、やっぱりね、そう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 、あの、24、25は土日に被らなければ普通に仕事、普通に仕事なんです、ただし、23日は天皇誕生、あ、天皇誕生日のためにお休み、まあ、ね、なのに、24、25とかはもう全然バリバリ仕事、全然バリバリ仕事なんです、うん、はい、あと、いいディナーもね、やっぱ考えておかないと、ね、考えて予約をしておかないと、ね、やっぱりね、埋まっちゃうんですよ、予約が、ね、そうなんだね、そう、予算内に収めるためにもちょっといいとこリサーチしといて、うん、ね、私そんないいとこ予約してもらった試しないな、いや、まあそれはまだ若いからさいや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 、若いとはいえ、はい、若いとはいえじゃない、じゃあ最後のクリスマスいつよ、日本でのその彼氏と過ごしたクリスマス何歳の時、最後ですか、はい、へー、2年前、2年ちょい、え、一昨年のクリスマス、去年が日本、一昨年がカナダ、その前だね、3年前、3年前か、22歳とか、あー、でもまあまあまあ、いい大人、そうだよね、でもそこまで結構トントントンって来てたのね、なんか、はい、続いてたの、はい、なんか、うん、だから結構いたはずなんだよね、毎年彼氏は、同じ人だった時もあったけど、はい、2連続で、うん、2年以上、ね、はい、付き合ってた人もいたけど、はい、何があったかな、なんかでも私ね、ちょっと思ったの、あのね、なんか私その前まではこうなんか手紙とかもらったら私絶対引いちゃうと思って、うん、たんだけど、はいはいはい、ありがと嬉しいのね。ありがと嬉しい。意外に嬉しい。そう、ありがと、意外と意外に嬉しい。あ、気持ちがこもるのね。そうだね。違うんですよ。うん。はい。それはもらったな、手紙もらった。今もしかしたらあるかもね、実家に。あ、そう。わかんない。捨てらんなくないだって。まあ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 、それはね。めっちゃ手紙だし、なんかいろいろ写真とかもつけてくれたから。うん、カナダにいた時は、なんもなかったかも、あ、そう、まあまあ家族で過ごす年でもあるしね、そうだからマジで何もしてなかった気がする、普通の日だったな、うん、あ、でもパーティーやった、みんなでなんか30人ぐらいで、 あのね、なんかでアパートのアパート、マンションの、うん、マンションに住んでる女の日本人の女の子がいて、その人が、うん、そのマンションのなんか共有スペースみたいな、なんかキッチンがあって共有スペースがあって、うん、それは1階とかなんか決まったエリアにあって、そこをなんか何ヶ月か前から予約しててくれて、うん、だからそれをずっとみんなのこと読みまくってたから、うん、そこ行って、うん、まあ、3、40人、ほんと40人ぐらい、うん、もうちょっと言ったら50人ぐらいいたかもしれない、うん、もう国籍ぐちゃぐちゃでもう、うん、だから日本人だったけど別に日本人ばっかりじゃなかったから、うん、その読んだのは、うん、それでみんなでシャンパン飲んで、うん、で 夜酔っ払ってみんなで出歩いて、うん、また戻ってみたいな、はいはい、クリスマスだったな、あー、いいっすね、そう、じゃあね、今年どう過ごそうかまた考えましょうか、そうだ ね、どうしようかな、そう、まあもちろん友達に言えばね、それは過ごさせてくれるんでしょうけど、まあまあそうじゃなくてもね、いろいろありますから、やることは、うん、動画撮ったりね、うん、動画撮ったりね、あ、あのさ、サンタさん死んだ時にさ、その子供ながらにサンタさんはどうやってプレゼント届けるんだろうって考えなかった？ああ、考えたかな。考えた。私子供なだけどすごい子供っぽくなかったんだよね。うん、はい。なんか、うん、だからあんまり考えなかったかもね。いないって思ってたかもしれない。覚えてない。あ、本当？と思ってた。煙突から入ってくるの？いや、煙突から入ってくるのはないと思った。でもさ、煙突から入ってくるのってあれどうなの？日本考えなの？知らない知らない。他の国はどうなの？え、じゃあどうなのかちょっとコメント欄に。コメント欄にください。はい。日本では煙突、日本ではじゃないの、やっぱ。だって煙突ってまず日本にないもんね。そう、煙突って日本にない。だから僕そのよくさ、サンタさんの歌とかあるわけで、クリスマスソング子供が歌うね、うん、日本にも。そういうのによく煙突から入ってきてとかそういう歌詞があるけど。僕は実家に煙突がなかったからね、ないでしょ、絶対それはないっていうふうに思ってた、うん、サンタさんも煙突から入って、だいたい煙突から入ってたらやばいじゃんみたいなね、まあまあ、よく火消えてるけども、火消えてるけれども、もう真っ黒になりながら落ちて、そう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 、ね、真っ黒じゃんみたいなね、うん、そうそうそう、うん、うん、そうだね、うん、
どうなんだろうね、海外でもそうなのかな。ね、まあ海外では煙突が暖炉があるのはよくね。そうだね。北米の方とかすごいそういうイメージあるよ僕。そう。でまあなんだっけ、さっき言ったサンタさんもどうやって届けてけてるんだろうとか、そういう話ね。で僕の場合はそれに関してはまあ至極単純なもんで。ただただ動くのがめちゃめちゃ早いなって思ってて、そう、はい、そう、でもでもだからこそサンタさんはってのは目には見えないもんなんだって思ってた。おお、そう、世界中一人で一晩中ね、世界中を回って子供の家にプレゼントを届ける。めっちゃ考えてる、めちゃめちゃ動き早いじゃんって思ってて。そうだね。そう、だからサンタさんはまあ目には見えないそういう動きをするんだろうなって思ってた。だから見えない、こうバッて置いたら、そうそうそう、うん、何急に現れた。そう、多分だから目を凝らしてたら多分急にプレゼントが来てた、ね、僕の考えでは。そうそうそう。でも入らず、でもどうやって入ってくるの、それは。だって煙突ないじゃん。で、まあ早いのは分かったとして、じゃあどうやって入ってくる。まあ今更だよね、まあ、今更、まあ、多分考えられないけど、多分なんだろう、そんだけだってさ大陸も渡れるようなそんな動きができるんだから、多分すり抜けられるんだよ。あーね、テレポートとかね、関係ないんだ壁とか、ね、関係ない関係ない、うん、ね、サンタさんのイメージ とかみんな一緒なのかな、やっぱ海外も。まあ、うん、オーストラリアとかではさ、うん、波乗りしてくるみたいな。あ、そうだよね。イメージじゃん。カンガルーに乗ってくるとかね。え、聞いたことあるよ。そういう風に人が話すのを聞いたことがある、うん、波乗りしてくるとかカンガルーに乗ってくるとか。波乗りはするらしいよね、夏だからね。夏だからね。うん、日本は普通にね、寒いから冬、そうそうそう、冬の寒い時期に来るから、うん、まあ普通にね、赤い服着てベルト締めて、はい、帽子かぶって、はい、フォーフォーって言いながら来る。そうよ、はい、そうよね、はい。え、じゃあさ、どうなの、他の国って、そのキリスト教の国と日本以外はクリスマスって祝ってんの。祝ってるんじゃない、韓国とか。ああ、韓国はやってそう。なんか韓国と日本って結構やっぱ似てるじゃん、そのイベントとかもさ、なんて言うんだろう、その、うん、宗教じみてなくて、もうただ単にイベントを楽しみたいから、はい、イベントをするみたいな。はいはいはい。他の東南アジア、あれだ、あ、そうね、キリスト教系アジアとかでもね、フィリピンとかはやっぱキリスト教が強いからやってるんだろうね。うん、インドネシアとかはやんないのかな。全然わからん。わかんないね。わからないということです。わからないということです。はい。はい。では、あと何がある？何かあるかな？まあ、こんな感じですか？まあ、こんな感じじゃないですか。うん。はい。はい。はい。ということで、クリスマスのお話でした。何かあればね。何かあればコメント何でもください。そう、知りたいからやっぱ海外の。そうそうそう。うん。ということで、じゃあ、まあ今日はこんな感じで、はい。終わりたいと思います。はい、じゃあ。じゃあ、アスタラビスター。アスタラビスター。